どうも、とある岡です。本日はこの奈良の半田道路沿いにございます山の奥の王将、王将奈良上田原店にやってきております。山の奥にもこんなにもいらっしゃいます。さあ、果たしてこの山の奥の王将どうなのか行ってみたいと思います。はい、今回はチャーハンと餃子1人前を頼みました。2人で来ているので2人前でした。こんな感じです。焼き加減、チャーハンの形、よしです。そしたら餃子食べていきます。まずは醤油にかけて、はい、いただきます。焼き加減がいいこともあってやはりパリパリでニンニクの感じがすごいです。はい、そして酢豚来ました。見た目はこんな感じです。湯気が立ってないので熱々というわけではないですね。餃子の王将上田原店、ここ大阪の市場なわけでした。ごめんなさい。新年一発目の餃子の王将です。はい、車に戻りたいと思います。はい、ってことで、ここは餃子の王将上田原店、大阪の市場なわけ市にあるお店でした。ごめんなさい、奈良県言いましたけど違いました。評価は70点ということで、もう70点って言ってもまあ普通ですね。で、かもなく、不可もなく、あ、でも餃子は美味しかったですよ。あの、ニンニク効いてて、しっかりね、餃子の王将らしい餃子でした。で、焼き加減とかもね、あの、料理の提供時間も早くて、全然問題なかったです。で、チャーハンもね、あの、なんか優しい味っていう感じでしたね。濃いとか、薄いとかなくて、まあ、誰でもね、あの、味が、濃いのが好きな人でもまあ食べれるし、薄い人でも全然まあ許容できる、餃子の王将のチャーハンって感じでしたね。はい。で、あの、もう一つ酢豚頼みましたけど、酢豚もね、全然、熱まではいかないですけど、まあ、あったかいぐらいでね、全然ぬるくはなかったです。で、提供時間もね、あの、ちゃんと、チャーハン餃子って来てたんで、その後に、一番最後酢豚来ましたけどね、別に、まあ、ご飯食べてたんでね、そんな、まあ、バランス良かったです。まあ、なのでね、あの、ふっていうところは特になかったんで、まあ、かということで、まあ、70点ということで、新年一発目の餃子の王将は、これで収めました。まあ、今年もね、2024年もね、行っていない王将まだまだあるんでね、まあ、あの、根気強く行っていきたいと思います。まあ、全部巡ろうと思ったらね、だいぶ時間かかるんでね、まあ、全部とは言わないですけどね、少しずつ巡っていきたいと思います。そしてね、この一発目、何が一番これがすごくてですね、割引、まず餃子のね、あの会員カード 5% オフ、そしてあのなんかね、なんか年のね、あの年末にね250円引きもらってて、その250円引きで、マイナス250円、そして、餃子の無料券、あの1個頼んだら1個ついてくるみたいな、それ1個で大体だからあの、一人前分ぐらい浮いてる感じですね、この。2800円が2100円になってます。700円引きです。すごい割引です。まあこんな感じでね、餃子の王将ばっかり行ってるんでね、こんないっぱいあるんですよ。そんな感じです。今年もね、いっぱい巡りたいと思います。それでは、新年一発目の餃子の王将、ここは上田田原店でした。また、ご覧ください。それでは、